願いします。はい、はい、自分は小さい頃から料理するのが好きだったんですけれども、小学校3年生くらいの時に京料理の名人に学ぼうという企画があり、その中で、京都の評定の高橋英一さんという方の料理教室に行ったのがきっかけです。自分が料理するの好きだっていうことを伝えたら、もうぜひ料理になるべきだとおっしゃってもらったので、自分は料理の道を目指すことにしました。はい、自分は、海外にちっちゃい頃過ごしていた経験があり、その中で日本料理を世界に改めて広めたいなと思ったのもきっかけの一つだと思っております。はい、施設が充実していることと先生方がたくさん経験のある方がいっぱいいたってところが一つのきっかけだと思います。はい、和洋中製菓すべてできるっていうところと、和食に関して言いますと、もう鍋とかもそうですし、実際の調理場と結構似ているところがあるので、実際の現場に入ってもすぐに対応できるかなと思いました。はい、実際にオープンキャンパスで体験授業をした時に、先生の教え方がすごく優しいし、一つ一つ丁寧で生徒に寄り添ってこう教えてくれるっていうのが印象的だったので選びました。はい、武蔵野は完全担任制であり、就職活動にもすごく力を入れているところが一つポイントだと思っております。はい、はい、自分がやはり2年間で印象に残った授業はやっぱり調理実習だなと思っております。1年の頃は和洋中製菓すべてをこなして、2年になったら日本料理を専攻したんですが、日本料理はいろいろな食材とか、調理方法であったりとか、いろいろと学ぶことができたのでとても印象に残っております。はい、はい、1年の時に商業簿記で、2年の時に税務会計という数字に関する勉強をしているのですが、それは個人的に将来お店を作る上ではすごい重要な授業だと思っています。数字に関して全くの素人ではないとなくなったかなと思います。はい、賞味会は日頃親への感謝を伝える場だと思っております。で、実際に、1週間ぐらい前から先生たちの手伝いを借りて、自分たちで一つずつ料理を作っていき、最終的にはコース料理という形で親に提供させていただきました。第一声は美味しいっていうふうに言っていただけたのはすごく嬉しかったです。はい、はい、自分たちの班は精進料理の未来ということで、ディスプレイ含め料理も自分たちで一から考えてきたものなので、そこら辺はすごく大変でした。自分たちの料理はどれも彩りよくきれいに並べてあるのですが、やはり一番見てほしいのはやっぱり土台の部分で、日本庭園を意識して、で竹とかもいろいろと取ってきたものをきれいに並べたので、そこは見てほしいと思います。はい、友達とたくさんの時間共有できて、でその中でもいろいろと切磋琢磨して、いろいろと乗り越えられたかなと思っております。1年生の頃にグルメピックに向けて、かつらむきですとか、バイカム人参とか、むき物とかすごい練習して、みんなで競い合ってました。はい、技術量もちろんですけど、知識とかも上がったと思いますし、人間関係について一番自分は成長したかなと思っております。調理師は人とのコミュニケーションとか人とのつながりが一番重要になってくるのかなって自分は思ってるんですけれども、就職活動する中でいろいろと人とのつながりが重要だなって改めて感じることができました。はい、三重県にあるアマネムというリゾートホテルに就職しました。
はい、自分は日本料理のキッチンに入ります。はい、将来的に自分は自分の店を持ちたいと思っています。日本料理の現在と過去のいいところを含めて日本料理として海外の人に認めてもらいたいと思います。将来は自分の店を持ち、多くの人に記憶に残るような空間を提供したいと思っております。